こんにちは、ウィルツアーの本田です。今回は、鹿児島空港発着、東京にいかに安く快適に行くかというテーマのもとに、ご案内をしております。このページの下にですね、ページの下のコメント欄のところに詳しい内容の URL を貼り付けておりますので、そちらから、参照いただきたいんですけれども、鹿児島空港からですね、まず羽田空港に日本航空で、飛びます。午前中出発っていう、枠の中でなんですけども、で、現地で2泊、2泊いたします。で、3日目に午後便で、日本航空で羽田から鹿児島に帰ってくるという、普通のフリープランなんですけども、価格が安いですね。これ3万1900円。これ全て込みのお値段ですので、羽田空港の税金は何百円かかかるんですが、お値段ですね、非常に安いです。おすすめです。だから東京に、2泊3日で行くという需要は非常に多くて、この商品一番売れてますのでおすすめです。ぜひご利用いただきたいと思っております。よろしくお願いします。